日本と韓国のジアソミアの維持をめぐり、韓国政府の高官が、日本は合意内容を意図的に歪曲して発表したと批判していた問題で、韓国の青瓦台は25日午前、日本から謝罪があったと明かした。青瓦台のユンドハン国民卒主席は25日午前、デイリキシャジンヘメッセージを送信し、日本の派が22日、 輸出規制関連発表の内容について日本政府が謝罪した事実を否認したとする日本メディアの報道について改めて明確にするが、我々は日本に抗議し、日本側が謝罪したと説明。また、日本側が謝罪していていないのなら、公式ルートを通して抗議してくるだろうと伝えたことが分かった。